ただしその権力者の方からは見えない隠された部分、それについてこう彼は一生懸命に雑誌にも中心にして研究してますね。その辺から多分今日は話が伺えると思います。よろしくお願いします。こんにちは、シータナと言います。タイトル、琉球諸君を琉球国と書くということで、その琉球国が滅亡するという事態をですね、当時の琉球人たちはどういう感じでどういう行動したのかということをテーマにしています。でこれは、80年代もっと前からですね、平野先生とか吉田先生とか鈴木先生とか、そういう方が資料を発掘したりですね、蓄積したものであります。それを踏まえてですね、当時の琉球人たちがどのように考えてどのように行動したのかということを考えています。で、今日はちょっとあまり時間がありませんので、その中で一つですね、非常に衝撃的な資料がありますので、その資料を元にですね、話をしたいと思います。で11ページ、資料ですね。で高知上坂より至る書簡という資料を、ここへ、つけたりして、裏のページにですね、ちょっと読みたいので、活字にしてありますが、これは、隠された資料ですね。高知上坂というのは1876年12月に、中国に亡命します。で亡命というのは、その時、この人の先生がありましたが、明治政府がですね、琉球国にやった命令ですね、琉球を滅ぶということの意味は何かというと、ちょっと資料をここに戻ってですね、10ページですね、10ページの最初のもの、これは中国との関係を断ちなさいという命令ですね。でこれが出されています。でそのもう一つの理由が何かというと、裁判の問題ですね。勝手に裁判するなと、司法権を制限するという2つの命令が出ています。で、外交権の停止、裁判権、司法権の制限、これが、大きな事件としてありました。で外交権の停止に対して琉球国はどうしたかというと、中国に使者を送りました。その使者が高知長城ですね。これが1876年12月に名護から出港しています。名護から出て八重山、宮古も多分いたんでしょうが、八重山にいたという記憶があります。八重山から出港したということで、そのまま中国に滞在して、亡命して琉球に戻すということですね。で、高知商業が1879年に、沖縄の与那原上方、これは三士官ですね、当時の最高官に送った手紙が残っています。ただこの手紙はですね、実は琉球諸君から松田道行に発見されて、残ってるのは彼がメモした資料ですね。ということは与那原に届いてない可能性もあります。でこの資料を考えるときに重要というかのは、松田道行は琉球諸君の後に琉球諸君という本をまとめています、資料ですね。ところがその資料の中から中には高知長女の手紙は出てありません。意識的に外してあります。で本をまとめる前に明治政府に送った、伊藤博文に送った資料の中には入っています。ただ、それを参考物にするときには削っていますね。どういうことかというと、琉球人が積極的に抵抗した、時代を見て抵抗したというのを隠そうとしたということだと思いますが、ちょっと資料を読んでみましょうね。ちょっと読んでみましょう。県第3号達所承諾つかまつり、今般日本政府の命令のところ閣僚を復興して日本帝国に事をなすべからかはもちろんなれども、御所管中第1号明治政策巡行の件、第2号大清国条項断絶の件、第5号日本法律を履行するの3件を最も重要でした。どういうことかというと、清国の暦ですね、を使うのをやめろという明治政府の命令、それから清国との関係を断絶せよという命令、日本の法律を履行せよという命令、この3つの命令が我々にとって一番重要である、右の3件を了承を満たさずこそ寛容なり、でこれを従うなと、日本の官人風勢を張り、強兵10機を送って改革を迫るというのも、その上から続くです。
で日本政府の役人が武器を持って、まあ、基本的にそれを強制したとしても恐れるなとするのか、でもし、これを不し調達するときは後日の大会のみならず大臣国に対して大臣の、まあ、今受けたらそれ困るよ、たとえ命を絶ちその身体を、切断奮骨するも了承せざるを重要なりとすると命を捨ててでも戦いということですね。で日本政府原爆にして、廃藩の課題をなすならばその次ですね、もし日本政府がそれでも、徹底的に琉球諸君、まあ、沖縄県の設置がどうした場合には、条件をつけてますね。で、恩情を胸とし、その命を、命を応ずるも妨げです。もしも沖縄県設置されたら、とりあえず抵抗するな。しかれども、一朝の怒りにこのその国を忘れ、その身を忘れ、こうするの思想を出すべからず。毎日これを犯したらば、後日の空も、うん、だから、ま、沖縄県が設置されるまでは徹底抗戦せよ、明治政府の命令する中国の法律を使うな、中国に使者を送るな、日本の法律に従え、この3つは徹底して戦い、しかし日本が兵隊を持ってそれを強行するのであれば、その時は立ち止まって南に抵抗せずに時期を待てということですね。その次になりますね。かつ大国諸心においても、世論もあり、大国に、まあ、中国だと思いますが、そこでも、琉球に、救援を送るという議論がある。だから待ちなさい。とりあえず、うちの方に、数月をもって、職務あるべしことをお互い名簿する流れ、新国の防衛救援が来ないということを信じて、まったかって、むやみに行動するなということですね。これは、4月26日の日付であります。で今日、は5月の24日ですね。1ヶ月ぐらい前ですね。で今、ちょうど130年前は、招待王を東京に連行すると。でそれに抵抗した琉球人たちが拒否するという、攻め合いしているときですね。でこの手紙はちょっと前です。で実際にただ、ヨドバルに届いたかどうかは分からないのが残念ですが、高知省庁は琉球諸君の本質を理解していました。要するに、外交権の停止、琉球国が持っていた外交権を制限停止すると、それから司法権を停止すると、でさらには、実際、徴税権ですね、要するに行政権、要するに、年貢を徴収しています、琉球人ですね、大変試験後も。でそれで8月9月に税、まあ、今で言うと税務署の人たちでしょうかね、一網打尽になってみんな逮捕されます。勝手にできますよ、ね、ということで琉球人たちの認識ですね、琉球諸君をどういうふうに考えたかというのが、それは多分もしかしたら今の人たちよりも的確に判断していると思います。当事者ですね。でそれを分かって信じようとしていますね。で残念なことに当時の中国は状況が厳しいので、琉球に援軍を送ることはありませんでした。ただ、まあ、医者先生とか研究なんか治療費が発掘していますが、それによると、高知省庁は中国の、まあ、法務ですね、理工省たちに、救援要請ですね、自分が先頭に立つから琉球に行ってくれということを何度も要請して実際にあっていますね。でちょっとウルマネシアというものに引っ張っているんですが、8号ですね、8号の表紙に高知商業を使っています。これは中国人の格好をしてですね、別に髪を剃っています。でなぜ剃っているかというと、中国政府は建前上は有権人の勝手に動くことだというふうに言っています。でただ資金援助はしています。で高知商業は日本政府から求われています。捕まえてほしいということを言われています。で彼はどうしたかというと変装して逆に中国に組まれながら、電信に行ったり、電信に行ったりしながら、中国活動する。で、最終的にはですね、中国で死んだと言われますね。で、急先鋒ですね。で、当時の、まあ、その、高知省庁の位牌、
が見つかりました。マグリ先生なんかがハワイで見つけて自分でも紹介されていますが、なんでハワイにあるのかというのもまた興味深いところですね。ただ高知城城のですね、子供長髄というんですか、長男はお父さんと一緒に亡命しています。一緒とかの後からですね亡命しています。長髄で最終的に帰ってきます。帰ってきて商家の毎日商店の支配員ですね、やったり琉球銀行の頭取をもやります。あ、ごめんなさい、沖縄銀行ですね、全然やります。で、どういうことかというと、当時の明治期の琉球の経済界の中で、活動していくということで、また地下に抹殺されたというわけではなくですね、帰ってきたとも大根を続けて形を変えてですね、やっています。で、ちょっと私が弁護するんですが、高知城城の手紙がこの報告書に入っていたはずなのに、彼の返済した処分から外されたということはですね、本当に情報戦争ですね。で、これは何か先生の指摘したんですが、林政光という人がいますね、高知城城と一緒に亡命した人です。これは、明治政府が集めた資料から全く名前が出てきません。林政光はフェリーで自殺するんですが、当時の人間ですね、通用人の情報も全く資料が適切しないということですので、そこから考えられることは、琉球諸君、または琉球の滅亡ですね、琉球人たちが抵抗するんですが、その時に日本政府と沖縄人の間に何が起こったかというと、情報戦争ですね、情報の隠蔽、日本政府は。で、学校では教えない。で、そういう方たちは、観光、名門の人だと言って、抹殺するという情報操作が行われてきたということです。その在宅門が、高知城城の手紙が消えると、平成以降の存在が日本政府の資料が消えるということがあると思います。で、130年、ちょうどいい機会に梅政権が決めたと思うんですが、そういう、ちゃんと時代をですね、見据えて抵抗したということが、この資料から分かると思いますね。できれば、こういう機会でですね、消されている歴史、隠蔽されるロッツ歴史を蘇らすということが最大の、現象ということになるのかなと思います。ありがとうございました。ただいま4人の先生がそれぞれの専門的な学校のレクチャーを受けました。さて、このレクチャーを受けることによって私たちの頭の中でたくさんの疑問や質問したい事項もいっぱい出てきていると思います。これから5時までこの会場で今まで皆さんの中にこう雲のように湧いたこの疑問やあるいは運、これをこう全部こう吐き出すようなそういう大激論会を5時まで展開しますので、どうぞこう最後まで皆さんどうぞ気合を持って臨んでください。以上で、ではパネラーの発言は以上、締めましょう。10分間休憩の後、質問票を皆様にお配りしておりますので、大激論の始まる前にですね、今質問票をお受けいたします。前後に